1967年10月、北京市内の大病院。末期の腎臓がんで痩せ細った男は、最後に食べたいものを聞かれ、チキンラーメンと答えた。数日後、10月17日、清朝皇帝、宣統帝、愛新覚羅溥儀は、波乱の生涯を終えた。1908年11月12日、夕刻。物々しい隊列が、純真の西方の屋敷門を叩いた。突如現れた西太后の使いは、純真の家の長子、2歳10ヶ月の溥儀に参内を命じた。何か感じるものがあったのか、幼児は激しく泣き叫び、純真の家も太后の使いも困り果てた。機転を利かせた一人の乳母が、自分の父を加えさせ、泣き止んだ溥儀を抱いたまま紫禁城に入った。溥儀は宦官の手で西太后の前に引き出され、薄暗い部屋の中で見た痩せ衰えた醜い老婆の姿に、全身を震わせて泣き叫び、西太后の布教を買って目通りが終わった。11月14日、西太后に幽閉されていた清国第11代皇帝、皇女帝が崩御。前日まで元気であったことから、毒殺が噂された。翌11月15日、西太后は溥儀を皇帝に擁立、溥儀の父親、純真の西方を後見役の摂政王に命じ、間もなく崩じた。西太后はこれからも長く権力を振るうため、幼児を皇帝に指名し、予期しない容体の悪化で権力に執着した72年に幕を下ろした。1908年12月2日、即位の大典が執り行われ、建国の祖ヌルハチから数えて12代、満州人王朝清国皇帝に即位、宣統帝となった。即位式では、軍楽隊の大音量に驚き、号泣したという話があるが、皇女帝、西太后が報じてまだ半月、喪中のため演奏はなかった。溥儀は、果てしなく続く文武百官の挨拶の間、玉座から降りることも許されず、このため号泣。父親で後見役の純真王は、もうすぐ終わる、もうすぐ終わると不吉な言葉でなだめ続け、このささやきが耳に入った百官は、宣統帝の行く末に不安を感じた。溥儀は紫禁城の奥深く、先帝皇女帝夫人劉裕皇太后が取り仕切る後宮で、皇女帝の残した皇太后や4人の太妃を母と呼び、多くの宦官女官に囲まれて暮らした。西太后亡き後の清朝の政務は、後見摂政王の純真王が中心となったが、次々発生する内憂外患は、実務経験が乏しい純真王、無能な大臣を苦しめた。内憂の最も大きなものは、北洋軍を掌握する実力者、遠征外の存在であった。滴るばかりの愛嬌で、皇女帝に取り入った遠征外は、自分を信頼し、重用してくれた皇帝を密告で裏切り、皇女帝幽閉の短所を作り、後には毒殺したと噂された。兄、皇女帝を殺された純真王は、遠征外を憎み、溥儀即位から間もない、1909年、仙洞元年初頭、
遠征外を政権から退け、殺害を計画。抜かりなく内部情報を得ていた遠征外は、配下を政権中枢に残し、北京から遁走。河南省聖徳府で工期を待った。1911年、戦闘3年10月、孫文の影響を受けた武将の革命軍が突発的に蜂起。武将を瞬く間に制圧し、独立を宣言。これを見た各地革命軍リーダーも慌てて蜂起。14の省が清朝からの独立を宣言した。清朝政府は鎮圧軍を送ったが、平定に失敗。政府内に遠征外登用の声が上がった。順親王は、兄の敵の謀反を恐れたが、革命軍も放置できず、やむなく遠征外に鎮圧を命じた。政府内に送り込んだ配下の情報で内情を把握していた遠征外は、好機を逃さず、十分なポストが約束されるまで役目を断り、総理大臣と全平権を合わせた金沙大臣の地位を得た。その上、莫大な軍資金を要求。十分に清朝を弱体化させてから北洋軍を動かした。北洋軍は、北洋通商大臣であった遠征外が作った最新西洋式軍隊で、弾機髄、風穀省などの配下を制御、養殖につけて遠征外の軍隊となっていた。遠征外は、自らは中央に残り、配下を派遣。北洋軍は、11月1日に漢口、11月27日には漢陽と、短期間に革命軍を鎮圧したが、それ以上の進軍はしなかった。遠征外は自分が肝心であることに加え、これまでの行いで政敵が多いことを熟知、戦いに負ければ失脚し、乱を平定すれば粛清されることを知っていた。遠征外は強力な軍事力、清朝の弱みにつけ込んで手に入れた地位と潤沢な資金で、革命軍内部に築いていた人脈を生かし、敵と秘密裏の交渉を始めた。12月29日、革命軍指導者孫文が上海で中華民国を建国、臨時大総統になると、慌てた遠征外は各方面で権謀術数を駆使。北洋軍と寝返る代償に孫文が就任したばかりのポストを要求。孫文は戦闘艇の退位を条件に了承した。中華の頂点に手が届いた遠征外は、戦闘艇と劉裕皇太后の御前に志向し、逆心を隠し忠臣であるかのように涙を流しながら、軍が動かず防衛ができず、戦とするにも受け入れる土地がすでにないと訴え、貴人を十分に恐怖させ、身の安全と優遇を約束した戦闘艇退位を迫った。清朝政府は御前会議を開いたが、王侯貴族、政府に人材はなく、兵を集める資金もなくなっていた。清朝は虚しい会議を繰り返した末、遠征外の優待の約束にすがることを決め、1912年2月12日、6歳になったばかりの戦闘艇溥儀は在位3年で退位。276年続いた清朝が滅亡した。同年3月10日、清朝の息の根を止めてから1ヶ月、遠征外は中華民国政府の臨時大総統に就任した。清の維新にとってせめてもの救いは、中華民国憲法の条文には入らなかったが、遠征外と
中華民国政府が清朝優待条件を守ったことであった。溥儀は大清皇帝の尊号と紫禁城に住むことを許され、年400万テールを受け取って、大陸を治める皇帝から昇天地の主となった。紫禁城後宮では、戦闘艇退位後も以前と同じ生活が続き、少年溥儀の食事は二択に約30種類の豪華料理と、皇太后や太妃が皇帝を気遣うという形式の一層豪華な料理が毎食並び、袖を通すことのない衣服が大量に作られた。高級の贅沢は中華民国からの400万テールで維持された。中華民国の大総統になった袁世凱は、任期延長や権限の強化、権力集中に力を注ぎ、孫文に圧力をかけて排除。溥儀のもとへは、皇帝の証、玉璽と儀仗を要求し、袁世凱の娘との結婚が持ちかけられた。玉璽と結婚は先延ばしされたが、儀仗は紫禁城から持ち出され、1915年12月12日、袁世凱は儀仗を手に、中華帝国皇帝に即位した。大清皇帝の溥儀も、身の安全と優待条件を確認し、袁世凱を支持した。ついに皇帝に上り詰めた袁世凱であったが、内外から猛反発を受け、1916年3月22日、帝政を断念、在位83日で皇帝の位を降り、権威は失墜した。同年6月6日、袁世凱は失意のうちに56年の生涯を終え、溥儀と袁世凱の娘の結婚は消滅、儀仗が溥儀のもとに帰った。中華民国内で最も強力な軍隊、北洋軍閥は、袁世凱の死によって求心力を失い、暗記派段祺瑞、勅令派宗衮、風国省、法典派張作霖の派閥に分かれ、その派閥内でさらに軍閥化しながら北京政府を形成。翌年、孫文が広東軍政府を樹立して大元帥に就任し、北京政府と対立。小粒な乱世の勧誘、袁世凱が消えた大陸に軍友が割拠した。紫禁城には家計に箔をつけるため、有名無実の官位を求める者、権威を利用したい者、清朝をしたい、復権を願う者が訪れ、国難には対処できなかった側近、大臣が無難に対応した。高級の少年溥儀は毎日すべての母に挨拶に伺い、母たちは戦闘艇の隊長、学問を気遣う言葉をかけたが、そこに愛情はなく、すべてが高級の慣例であった。皇太后や太妃は、溥儀が思い通りにならなければ、体罰に近い教育を行い、お腹を下せば度を超えた食事制限を加えた。劉裕皇太后が報じた後、筆頭となった金妃は西太后と同じ手法を用い始め、子飼いの宦官を溥儀の周りに送り込み、溥儀の言動や宦官家庭教師を監視して、自分の意に沿わないものは更迭した。溥儀はすべての母に特別な感情を持たなかったが、乳母にだけは愛情を抱いた。純親王家から溥儀を抱いて紫禁城に入った乳母は、
出自が低く文字さえ読めなかったが、常に謙虚で、乳母だけが理を説いて思いやりを教えられる存在だった。溥儀9歳の時、後宮の母たちはその乳母を紫禁城から追放した。いさめる者がいなくなった溥儀は、人の痛み、苦しみを理解することなく、気に入らない退屈を理由に宦官を鞭で打った。1917年、4人の母が純親王家との面会を許可した。11歳の溥儀は初めて生母と祖母、一つ年下の弟、溥傑、妹と対面。血のつながった家族に特別な感情は持たなかったが、年下の子供には興味を持ち、大人に囲まれて育った溥儀が初めて子供と遊んだ。ある日、お気に入りの宦官が金妃に更迭された溥儀は不満を爆発。西太后の真似はしてもその実力がなく、溥儀を屈服させることができなかった金妃は、純親王家から生母と祖母を呼びつけ激怒。溥儀に謝罪させるように厳しく詰め寄った。溥儀は生母と祖母の顔を立てるため形ばかりの謝罪をして、後宮のさざ波は静まったが、これまでの人生で怒られたことがなかった生母は、たった一度の金妃の叱責を苦に、自ら命を絶った。溥儀は生母の妻子で初めて紫禁城の外に出た。1917年、遠征外の後継として霊元公が第二代中華民国大総統に担がれ、遠征外の側近、段祺瑞が国務総理となった。もともと性格の合わなかった二人の関係はすぐに悪化。第一次大戦中の対ドイツ参戦問題で鋭く対立。霊元公が段祺瑞を解任し、怒った段祺瑞は北京を離れ、配下を使って霊元公の排除を画策した。劣勢となった霊元公は、徐州にいる長君に援助を申し入れ、北京に招聘する電報を打った。長君は、双方の調停をするとして兵3000を率いて出発。天津で霊元公と対面し、国会の解散を提言して、北京に進軍した。清朝滅亡後も、弁髪を続ける長君は、政治的空白地帯となった北京に入ると、溥儀のもとに挨拶に訪れ、二度目に現れた時は、皇帝への復位を進言した。成長とともに、清朝への思いを強くしていた溥儀は、側近に言われた通り、一度は断り、さらなる願いを受けて承諾。7月1日、長君は、清朝の帝政復興を宣言。溥儀は再び皇帝となった。騒動の元を作った霊元公や段祺瑞、各地各勢力は北京で突如復活した清朝に困惑し、長君に激しく反発。段祺瑞は長君討伐軍を起こした。7月12日、支援が集まらなかった長君は、段祺瑞との軍事衝突に敗れ、オランダ公館に逃げ込み、担がれた溥儀は、在位13日で退位を宣言。中華民国は、紫禁城の責任を追及しなかったため、進出・優待条件は維持された。6歳から家庭教師の教育を受けながら、溥儀の世界は紫禁城内と古書の中、雑談で聞く外の世界が全てであった。外圧に苦しんだ純親王と李恵芳は、
溥儀の教育に英語と西洋の知識、習慣やマナーが必要と考え、1913年3月3日、中国語に堪能なイギリス官僚、レジナルド・ジョンストンを家庭教師に招聘した。溥儀は最初こそジョンストンを警戒したものの、語学力と博学に関心、心を許すのに時間はかからなかった。ジョンストンは13歳の皇帝の知識欲、知性と鋭いユーモア、高慢心と無縁な立派な礼儀作法に好感を抱き、イギリス本国に好意的な報告を行った。ジョンストンは紫禁城外の後ろ門付近に居住し、自動車で通勤、英語や西洋の文化を教えた。溥儀はジョンストンの教育で欧米を知り、彼のもたらす西洋の品物から刺激を受けた。ある日、ジョンストンは雑談の中で、便髪が豚の尻尾のようだと発言。その噂を聞いた溥儀は自分で便髪を切り落とし、翌朝紫禁城に1000本の豚の尻尾が積み重なった。皇宮や側近はジョンストンがもたらす変化に不満があったが、イギリスへの遠慮と溥儀の信頼が厚いことで特に問題とすることはなかった。1921年、紫禁城は置き先選びで難航していた。溥儀は15になり、皇后選定が急がれていたが、皇宮の母たちは自分の権力維持拡大のため、自分の意にかなう候補を挙げ、皇族や大臣も自分の利権につながる候補を主張。1年が経過しても意見の一致は見ることなく、置き先選びは4人の候補の写真から溥儀が選ぶことで決着。写真では大したこともわからなかったが、溥儀は蒙古貴人の文集を選んだ。皇宮を仕切る金妃は自分が推す候補、遠洋が選ばれなかったことに不満を持ち、密かに宦官を動かして工作。満州貴人の遠洋が皇后、蒙古貴人の文集が淑妃と決まった。1922年12月1日、盛大な結婚式が執り行われた。皇帝は結婚で成人となり、溥儀への干渉がなくなることを意味した。溥儀は式を終えると人を派遣して乳母を探し出し、紫禁城で引き取った。乳母は成人した大清皇帝から特別な扱いを受けたが、どこまでも謙虚な人であった。中国大陸は中華民国の内紛、軍閥の割拠、共産党の暗躍で大いに乱れていたが、溥儀の日常は穏やかであった。溥儀は城内で自動車を運転し、外国製品を好み、西洋に傾倒。溥儀と遠洋は家庭教師にヘンリー、エリザベスの幼名をつけてもらい、好んで使った。溥儀は混戦を続ける軍閥に担がれる、または害されることを警戒し、欧米留学の希望を持つが、純真のはじめ城内の多くは、溥儀が紫禁城を出ることで優待条件が失われ、自分の生活が不安定になることを憂慮、留学に反対した。溥儀はジョンストンを連絡役に周到に準備を行い、秘密裏の海外留学を計画。脱出当日、紫禁城すべての門は固く閉ざされていた。溥儀の監視は成人の後も続いていた。1923年9月1日、日本で関東大震災が発生。大陸の災害に匿名で義援金を送っていた溥儀は即座に義援金と
城内の宝石を日本に送った。日本政府は溥儀の行為に深く感謝、日本の皇室は宝石を換金せず保管することを申し出て、評価額と同じ金額を皇室から出した。1924年、中華民国の進出優待条件は金額が減り続け、溥儀は近代化による経費削減を決めた。まずは膨大で未整理の宝物、美術品の目録作成から手をつけた。その矢先、6月27日未明、宝物庫建福院で火災が発生。横領の発覚を恐れた宦官による放火であることが判明した。溥儀は調査過程で宦官のアヘン使用や賭博、殺傷事件の発生に略奪ともいえるほどの財宝の持ち出しを知り激怒。資金場内1200名近い宦官、そのほとんどを追放し、資金場の風紀を正した。1924年10月、一人5000元の議員買収と大々的な脅迫で、中華民国大総統に就任していた北洋軍閥直令派の総根と、奉天派を率いる張作霖が第二次奉直戦争で衝突。10月22日、直令派の軍隊が北上した隙をついて、総根の配下、風玉章が裏切り、大総統総根を監禁、北京を制圧して国民軍を名乗った。翌10月23日9時、風玉章は進出優待条件を一方的に破棄、国民軍が資金城に押し寄せ、正午までの退去を命じた。資金城は外部との連絡手段を断たれ大混乱、側近は立ち退き時間の延長交渉以外成果を上げず、午後3時、溥儀と妻、少数の側近は国民軍の車に押し込まれ、大清皇帝は昇天地から理不尽に追い出された。溥儀一行は父の屋敷、純真の家に移され、その屋敷門に国民軍の兵士が立つと、溥儀は身の危険を感じた。純真の屋側近は額を集めるだけで何の政治力も見せなかった。しばらく経ってイギリス、オランダ、日本公使へ事態を知らせたジョンストンが駆けつけた。ジョンストンの知らせを聞いた参考使は国民軍に抗議、溥儀の生命財産の安全を約束させた。その一方、国民軍の約束に危ういものを感じた日本公使は、独自に医者と私服軍人を純真の家に送り、国民軍が慌ただしく警備が厳重になる前の溥儀の体調不良を装った純真の家脱出を進めた。しかし純真の家側近は計画の失敗や溥儀が出た後の国民軍への対応を理由に反対、計画は中止となり、日本公使の使いは送り返された。翌日、国民軍は屋敷の警戒を厳重にして出入りを禁止、溥儀は日本の計画に乗らなかったことを後悔した。日本軍は事態の解決に動き出した段気随と連絡を取りながら、純真の家付近に巡羅の騎兵隊を送り、万一に備えた。段気随は奉直戦争で南下していた張作霖と協議し、国民軍風玉章と交渉、中華民国失政として北京に入り、束の間の安定を取り戻した。11月28日、屋敷門の国民軍兵士が立ち退き、直面する危機は去った。この間、ジョンストンはイギリス高官、オランダ高官に溥儀の庇護を要請していたが、両高官は内政干渉を理由に受け入れを拒否。窮したジョンストンは日本に庇護を要請した。
シデハラ外交を行う加藤高明内閣は、イギリス、オランダと同じく大陸の内政干渉を打ち出していたが、溥儀を見捨てることもできず、やむなく受け入れを決断。11月29日、溥儀は安全な北京日本公使館に入ると、紫禁城を追い出された屈辱を思い、新朝復辟を誓った。翌1925年2月、溥儀一行は天津の日本疎開、長安に移った。そもそも皇帝を容認できない共産勢力は、外国を頼った溥儀を非難。新聞を利用して扇動し、その矛先は苦渋の決断をした日本に向いた。溥儀に多大な影響を与え、身の安全に走り回ったジョンストンは、優待条件を失った溥儀の家庭教師を辞任、イギリスに帰国することになった。溥儀は死に報いる記念品を送って別れた。ジョンストンは2年後、1927年、イギリスの租借地、ポートエドワードの植民地行政官として中華民国に戻り、1930年、ポートエドワード返還で帰国。大陸での知識と経験、実績が買われ、ロンドン大学の東洋学と中国語の教授となった。1931年、太平洋会議のため、大陸に渡り、溥儀と再会。二人の交流は、1938年、ジョンストンの死まで続いた。北京を抑えた張作霖は、1926年12月、大元帥に就任し、中華民国の主権者であることを宣言。翌1927年3月3日、北伐を始めた孫文の後継者、蒋介石国民革命軍との戦いを宣言。3月24日、南京を占領した国民革命軍は、ソ連と中国は一家、日英帝国主義打倒を連呼し、領事館、居留地を襲撃、暴行、略奪、破壊を行った。大陸とソ連の赤が入り込んだ国民革命軍により、日本人を含む多くの外国人が襲われ、アメリカ、イギリスは南京停泊中の艦船から城内を砲撃、陸戦隊を上陸させ、居留民の保護を図った。一方、シデハラ外交中の日本は、同じく南京に艦船を停泊させながら、対中融和を唱えて、武力を用いず、このため邦人は他国居留民よりひどい地獄を見た。特に女性は少女まで。日本の甘い対応は大陸人民の侮りとなって、さらなる厄災を招いた。蒋介石は日本の無抵抗主義を喧伝し、各地で日本人虐殺事件が続発、在留邦人保護の日本兵駐留が必要となり、日本は泥沼に片足を踏み込んだ。南京事件、北京への波及を恐れた7カ国外交団は、北京政府に共産党とソ連の策動に厳重なる措置を求めた。4月6日、張作霖はソ連大使館を目的として公使館区域を捜索、ソ連人23人を含む74人を逮捕して極秘文書を押収。そこには略奪、惨殺の指令があった。軍閥打倒、中国統一を目指す蒋介石にこうしきれなくなった張作霖は、1928年6月4日、北京を脱出。満州に戻る途中、列車に仕掛けられた爆弾で死亡した。何
犯人は不明であるが、犯行は関東軍のように言われている。同時期、アメリカの中国公使であったジョン・マクマリーは、張作霖と息子の張学良の関係がうまくいっていなかったこと、日本に張作霖を爆殺するほどの理由がなく、日本犯行説は理解できないことを書き残している。張作霖爆殺には張学良犯行説、ソ連特務機関犯行説がある。張作霖爆殺事件後、後を継いだ張学良は国民党の勢いを恐れ降伏、張学良と蒋介石は手を取り合い、激しい抗日運動を展開、関東軍を挑発し続けた。蒋介石国民党も、清国と日本が締結した国際条約の無効を主張し始め、1928年7月19日、日清通商航海条約の破棄を一方的に宣言。清国の後継国を名乗りながら、継承国の義務を守ろうとせず、日本との関係を緊張させた。河北省新東陵には、歴代清朝皇帝5人の陵墓と西太后など多くの皇后側室の墓があった。1928年、新東陵近辺に駐屯した蒋介石の北伐軍、孫殿英が新東陵を徹底的に破壊し、大量の財宝を略奪、遺体の衣服まで引き剥がして持ち去った。先祖の墓を暴かれた溥儀は激怒、国民政府に強く抗議したが、孫殿英は盗掘した財宝を賄賂として高官に送り、処罰されることはなかった。溥儀は愛新覚羅の子孫として大いに憤り、この恨みに報いなければと清朝腹壁の念を一層強くした。日本租界長安移動後は比較的自由な生活であったため、求心や面会を求める実力者と対面し、その中でも清朝腹壁を唱える者には多くの資金を融通したが、ほとんどが無駄な出費に終わった。平穏であった暮らしは家庭の中からも崩れ始めた。正妻遠洋と側室文秋の確執が強まり、文秋が別居。1931年、文秋が離婚の申請を裁判所に提出、生涯再婚しないことを条件に慰謝料5万5000元で離婚が成立。溥儀は中国史上初の離婚歴を持つ皇帝となった。希望を叶えた文秋は弁護士仲介者に慰謝料の上前をはねられ、群がる人間にたかられた。文秋はさらに溥儀の性癖や家庭内宮廷の内情をマスコミに暴露。溥儀は清朝における文秋の位を剥奪。平民となった文秋は慰謝料が尽きると私立女学校の教師となったが、生家が没落していたため退職後の生活に困窮。1953年9月17日、44歳の文秋は餓死に近い状態で北京で死去した。広大な土地に3000万が暮らす満州は国土が荒れ、人民の多くは極貧にあえいでいた。土地を捨て目指した都市でも生きていくことさえ難しく、路地に横たわる多くは餓死者となっていった。人民は悪政を敷く張学良を憎み、溥儀も祖先の土地を荒廃させる張学良を憎んだ。1931年7月10日、日本に留学していた弟溥傑が面会に訪れ、吉岡康直少佐の言葉を伝えた。満州で張学良が
言語道断の振る舞いを繰り返し、近い将来、事件が発生するかもしれません。この伝言の前後、1931年6月27日、大港湾令の立ち入り禁止区域を密定していた陸軍参謀、中村慎太郎一行が張学良配下に拘束され、殺害された。関東軍は直ちに事件の調査を開始したが、張学良は日本の陰謀だと喧伝した。8月18日、西東市にある国粋会の本部が大陸人の集団に襲撃される事件が発生。また、ピクニック中の日本人女学生数十人がされる事件も発生。国民党、蒋介石と張学良の挑発が続いた。日本の新聞は大陸の情勢を報道し、日本国民が激怒。関東軍は日本の世論を背景に武力行使も辞さない勢いを見せた。張学良は今更ながらに慌て、中村参謀の事件から3ヶ月近く経過した9月18日午後、実行犯取り調べの開始を知らせてきた。が、関東軍はすでに行動を起こしていた。その夜、日本が租借権を持つ南満州鉄道の線路を関東軍が爆破、流浄港事件発生。関東軍は爆破事件を大陸側の犯行と発表。政府の不拡大方針を無視して、1万の兵力で23万の張学良国民党軍に攻撃を開始。天才石原莞爾陸軍中佐は集中と突破で次々敵を打ち破り、関東軍は満州人民に歓迎された。兵士は満州鉄道を離れ戦場に向かったが、沿線は安定し、制圧地域に反乱も起こらなかった。溥儀は関東軍の進軍を聞いて、清朝建国の地へ思いを募らせ、側近はやがて日本人が迎えに来ると溥儀をなだめ続けた。11月2日夜、天津の溥儀のもとに関東軍特務機関長土井原賢治が現れた。土井原は張学良の悪政のため満州人が苦しんでいること、法人への攻撃が兵を動かす原因になったことを説明し、日本は満州人の国家建設を援助する用意がある。皇帝は速やかに清朝発祥の地に戻り、新国家の元首となることを望むと伝えた。紫禁城追放以降、清朝腹壁を熱望してきた溥儀は新国家の体制を尋ね、帝政であることを確認し、満州で帝位につくことを同意した。新聞はどこからか会談を嗅ぎつけ、側近や急進の議論が始まり、関東軍と意見が異なる総領事は日本政府の保護責任を訴えて、天津で状況を見守ることを進めた。また蒋介石が急進を使いによこし、今頃になって進出優待条件の復活や厚遇を持ち出したが、すでに溥儀の心は決まっていた。11月10日、妨害を警戒した溥儀は側近2人だけで自宅を出て、関東軍の使いと合流。東甲市温泉を経て11月13日、栄光に到着。南満州鉄道が経営する旅順大和ホテルで宿泊した。皇后遠洋は、清朝皇族川島芳子が天津から旅順へ送り届けた。側近や旧臣も後を慕ってきたが、好意や利権を望む者が日本軍に取り入り、政敵や忠臣を排斥する集大が早くも始まった。1932年2月12日、関東軍はわずか5ヶ月で
全満州を平定。2月23日、旅順に入ってから3ヶ月が過ぎた溥儀の前に、関東軍参謀、板垣清四郎が現れた。板垣参謀は挨拶を終えると、満州国国家元首、失政に衰退すると切り出した。満州国は帝国ではなく共和国であり、呼称も陛下ではなく閣下と呼んだ。溥儀は怒りに震え、静かな口論の末、物別れとなった。溥儀の怒りは収まらなかったが、関東軍に肩入れする側近は、日本の好意がなければ失政にもなれない。満州国安定後は皇帝即位もあると説き、1年で帝位につけなければ辞任すればよいという言葉に促され、新朝復辟、皇帝即位のため、失政、就任を了承。満州国首都、新京への移動が決まった。1932年3月8日午後3時、満州鉄道に揺られた溥儀が新京に近づくと、軍楽隊の演奏が聞こえ、歓声は列車の停止前から湧き上がっていた。溥儀はプラットホームから迎えの車までの間、いろいろな服装をした大勢に歓迎され、民衆の手にする小旗の中に交流旗を見て涙を浮かべた。翌3月9日、執政に就任。満州国は新たな年号、大同元年を用い、五族共和を掲げ、溥儀は皇帝退位、紫禁城退去、新統領の略奪など、恐怖と屈辱と恨みの末、満州族の故地で、清朝復辟の第一歩を踏み出した。